北オセチア共和国の1ロシア連邦北カフカース連邦管区地図中北オセチア共和国は3カバルダバルカル共和国は4イングーシ共和国は7チェチェン共和国は8スタブロポリ地方は10北オセチアアラニア共和国はロシア連邦を構成する共和国で連邦構成主体の一つ北カフカース連邦管区に属する首都はウラジカフカス 主要な都市には、モズドクやベスランなどがある。北カフカースに位置し、オセチアの北部を占める。南は、ロシア連邦の国境を隔てて、ジョージアがあり、西は、カバルダ・バルカル共和国、東は、イングーシ共和国、北は、スタブロポリ地方である。北オセチア共和国は、ロシア連邦の一部をなす、オセット人の民族共和国で、オセット人は、 イラン系の言語を話し正教会信者の割合の多いカフカス地方の民族で周辺のチェチェン人などムスリムの多い民族と違いどちらかといえば親、ロシア的である。国境を挟んで南のジョージア側のシダカルトリ州が南オセチアに相当する。同地方では自治権要求から北オセチアとの統合とロシア連邦への編入を求めて南オセチア紛争が起こっている。 隣接するイングーシ共和国と領域をめぐる対立を抱えるほか、イングーシの東のチェチェン共和国の独立をめぐる紛争において、ロシア軍の拠点として使われている。2004年9月には、北オセチアの地方都市ベスランで、チェチェン独立派がベスラン学校選挙事件を起こし、350人以上が死亡する大惨事となった。正式名称は、 と言い,い、北オセチア・アラニア共和国と日本語訳される。1996年1月9日に北オセチア共和国から解消した。アラニアはオセット人の先祖とされるアラン人の名に由来するオセチアの画商である。日本では北オセチア共和国と表記されるのが一般的である。稀に北オセット共和国という表記も見かける。アラニアを建国。一時、 ハザールの支配下に入ったが、アラブ・東ローマ戦争と並行して、アラブ・ハザール戦争が起こったため、東ローマ帝国と同盟関係となり交流したことから、キリスト教が国内で普及した。9世紀から10世紀頃に再び、アラニアとして300年間ほど独立した。しかし1239年に、モンゴル人の侵入に遭い、アラニアは消滅した。オセットビトは、 アラン人の末裔とされている。北オセチア共和国のオセット人は、ロシア人の到来以前は、西のカバルダ人に服属していた。1759年にモズドクの町が作られ、1763年に、ロシア帝国が要塞の建設を開始し、コーカサス戦争が終了するまで101年間に、渡って戦闘が行われたが、カバルダ人が、ロシア人の支配下に入ると、 ロシア帝国に組み入れられた。1878年に中心都市としてウラジカフカスが建設されたが、北カフカース鉄道建設当初はモズドクの方が栄えていたが、ベスランを通る南側のウラジカフカス鉄道が開通すると、1890年頃にはチェチェンの黒ずぬいを中心とする石油産業発展の影響下でウラジカフカスが中心となった。 ロシア革命後、ソビエト連邦が建国され、1921年に、山岳自治ソビエト社会主義共和国は、ロシアソビエト社会主義連邦共和国に編入され、北カフカスで、民族ごとの自治領域が設定されると、1924年7月7日に、オセット人の領域には、北オセチア自治州が建設された。もともとオセット人は、主として、 ウラジカフカスの位置するテレク川より西に居住していたため北オセチア自治州は現在の北オセチア共和国の西部を領有するのみであったが1936年12月5日には北オセチア自治ソビエト社会主義共和国に昇格する第二次世界大戦中の1944年東のチェチェイング支持地共和国を構成する チェチェン人とイングウシ人がヨシフ・スターリンによって対独協力の疑いをかけられ中央アジアへと民族ぐるみ追放されると北オセチアは住民の追放により取り潰されて消滅したチェチェンイングウシ自治共和国の西部を編入して東方に大きく領土を広げた。これにより新たに編入されたかつての教会の町裏ジカフカスが北オセチアの中心となり 北オセチアの首都がウラジカフカスに移される。スターリンの死後、チェチェン人、イングーシジンはカフカスへの帰還を許されて、チェチェンイングー支持地共和国が復活するが、ウラジカフカスとその周辺の領土はそのまま北オセチア領に残された。これらの変動はソビエト体制が強固に存在している限り問題とはならなかったが、1980年代末に、 チェチェイングー氏との間の領土紛争の原因となる。1989年、アブハジア紛争。1990年6月20日、北オセチア自治ソビエト社会主義共和国は自治共和国になることを宣言。1991年、ソビエト連邦が消滅すると、北オセチアは名前を北オセチア自治共和国から北オセチアアアラニエ共和国に変更する。 1991年12月に、ロシア中央政権と、チェチェイングーシ共和国の双方が、イングーシ共和国の分離を承認すると、分離によりわずかな領土しか持たないイングーシ共和国は、旧チェチェイングーシ自治共和国領の、ウラジカフカスイ島も、領土と定めたため、北オセチア共和国はこれに反発。1992年8月14日、アブハジア戦争。 1992年10月30日に、イングルシ共和国との間で、武力衝突に発展し、オセチアイングルシ紛争が勃発した。11月6日に、ロシアの介入によって国境はそのまま維持された。1994年12月、第一次チェチェン紛争。1999年8月、第二次チェチェン紛争。二千七年十月三十一日には、 チェチェンインーシ共和国がイスラム国家カフカース主張国を宣言。2008年8月8日、南オセチア紛争。2009年4月16日、第二次チェチェン紛争が終結。2002年全ロシア国勢調査によると、国内の民族比率はオセット人が62.7%。ロシア人23.3%、イングーシ人3%となっており、 この他アルメニア人2.4%、クムイク人1.8%、グルジア人1.5%、ウクライナ人0.7%、チェチェン人0.5%が続き、他にも人口割合で0.5%以下の多数の少数、民族が暮らしている。また0.5%は自身の民族について調査に回答していない。この地域は モスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で、過時間はない。ありがとうございます。